対人地雷を除去して人々を助けるのは小松だけでできることではありません。小松はジェイマスという仲間と一緒にその活動を始めました。ジェイマスとは日本地雷処理を支援する会という団体で、世界中で地雷や不発弾の処理を行っています。小松は対人地雷除去機を作る技術を持っています。ジェイマスは世界でいろいろなことを経験しています。この両者が協力して安全な村づくりプロジェクトという活動を始めました。このプロジェクトはただ地雷を処理するだけではなく、その後そこで生活する人々のために必要な道路、学校、橋の建設などを行い、村が復興するまでを手助けするものです。東南アジアにあるカンボジアという国は1978年に内戦が起こり、その時数百万個の対人地雷が埋められたと言われています。内戦が終わって数十年経った今でも人々はその被害に遭っています。カンボジアにはCMACという対人地雷除去の団体があり、地雷を手作業で処理していました。小松とジェイマスはCMACとも協力してプロジェクトを進めました。2008年5月、安全な村づくりプロジェクトはリャースネーサンハー村というところから始まりました。この村は73家族300人が住んでいます。道路以外は全て地雷原ですが、人々は主にトウモロコシを作って生活しています。地雷原といっても地雷がゴロゴロあるわけではありません。しかしいつ地雷に当たるかわからない危険と隣り合わせの生活です。このプロジェクトでは100個以上の地雷を処理し、地雷原を安全な土地に変えました。そして地雷がなくなった後は農地として利用されています。この村には電気や水道はなく、水汲みをしなければなりませんが、道路は凸凹だらけです。雨の季節には水たまりが川のようになり、時には洪水のようになってしまいます。プロジェクトでは水を確保するための池を作り、洪水にならないように配管工事も行いました。また道路や橋の建設修理も行い、人々が暮らしやすい環境を整えていきました。そして子どもたちのために学校を新しく建てました。このプロジェクトを実行するためには地雷除去機以外にも工事で使う建設用の機械が必要です。また日本からカンボジアまで機械や部品を運ぶ輸送費もかかります。小松は機械を無料で貸し出し、輸送費も引き受けました。プロジェクト開始から9ヶ月、恐ろしかった地雷原はキャベツ畑に変わりました。小学校が建設されたことによって、その前の広場が集会場となり、村人同士の交流が生まれました。道路が整備されたことで学校に通う児童が増え、教育を受ける子どもが増えました。また道路ができたことでトラックがトウモロコシを運び、村人はトウモロコシを売って収入を得るようになりました。村にお店が増えて村全体が元気になりました。プロジェクトを実行するためには村人にも多くのことを手伝ってもらわなければなりません。ですが初めの頃は村人はあまり協力的ではありませんでした。なぜならこれからどんなことが始まるのか想像することができなかったからなのです。しかし作業が進むにつれ、プロジェクトの人たちと村人との間に交流が生まれ、村人が学校や道路整備は大事だと考えるようになりました。そして親たちが学校の柵を作り、村人が土木工事などの作業に協力してくれるようになったのです。プロジェクトが終わった後は村人が道路などの管理をしていかなければなりません。みんなで自分たちの村を守っていく、その気持ちが少しずつ生まれてきたのです。今回のプロジェクトでは多くの危険な作業がありましたが、
一度も事故を起こすことなく終わらせることができました。これは村人が安心しただけではなく、プロジェクトのメンバーの自信にもなったのです。そしてここで経験したことをこれからの活動に生かしていこうと思うのでした。2009年からはキロとチアモントレという村を復興させました。これらの村は地雷原のため人が入らず土地は荒れ果て、農地に適した土地があっても対人地雷が残っています。牛飼いの少年たちの中にも地雷の被害を受けた子がいます。日本では水道、橋などあるのが当たり前ですが、それがない国も世界にはまだまだあります。学校もその一つです。このプロジェクトで学校の建設を喜ぶのは子どもやその親たちばかりではありません。子どものいない家や老夫婦までもが喜ぶのは、学校へ行きたくても行けなかった内戦という時代があったからなのでしょう。機械を積んだトラックが入ってこられるように道路を整備し、その後機械を運び込んで地雷を除去、道路、橋、池、学校を作り、スタートから2年で500家族が暮らせる安全な村づくりが完了しました。2011年にはまた一つの村を、次の年にまた一つ、コマツとジェーマス、シーマックとが協力して安全な村づくりプロジェクトは進められています。このプロジェクトでできた学校では、子どもたちに日本の運動会を紹介して実際にやってみたり、日本からのボランティアが理科教室を開くなどして学ぶことの楽しさを伝えました。また日本の小学校からプレゼントを送るなどして、少しずつ日本の子どもたちとの交流が始まりました。対人地雷除去機はこれからも活躍します。